いつでも好きなところでゲームが楽しめるハンディゲームマシン。ゲームはゲームセンターや家で楽しむものという概念を大きく変えたハンディゲームマシンの歴史を今回はスペシャルでお送りしていこう。ハンディゲームマシンの源流は俗に電子ゲームと言われる単一のゲームを楽しむコンパクトなゲーム機であった。1976年、世界初の携帯型電子ゲームマテル社オートレースが発売。大ヒットとなり、各社から同じコンセプトの電子ゲームが発売され、その人気は日本にも飛び火。1980年、任天堂からゲーム&ウォッチが発売され大ブームとなる。当初はビジネスマンが電車通勤に暇を潰すためのものというコンセプトで登場したが、当時の子供たちにも楽しまれることとなる。ゲーム&ウォッチの中でも1982年に発売されたドンキーコングは空前の大ヒットを飛ばすこととなる。このドンキーコングは後の任天堂 DS、ゲームボーイ、ファミコンという任天堂ハード全てに影響を与えた歴史的モデルであった。その後、エポック社からカセット交換式のハンディゲームマシン、ゲームポケコンが1985年に発売。CPU に NEC 製 MU-PD78C06AG6MHz を搭載。メインラムに 128バイト。その後のハンディゲームマシンのコンセプトの完成形といえる存在であった。そして1989年、ハンディゲームマシン最大のヒットモデル、任天堂ゲームボーイが発売される。コンセプトはカセット交換可能なゲーム&ウォッチであり、性能はそれほど高くないが、シンプルなゲームが多く、任天堂のゲームは性能ではなく中身という思想を最も強く受け継いだモデルであると言える。CPU には傑作 8bit CPU-Z80 を搭載し、メインラムに 8KB、ビデオラムに 8KB。ゲームボーイはその後様々なバリエーションを排出し、世界で最も売れたハンディゲームマシンとして歴史に名を残すことになる。ゲームボーイと同じ1989年にはもう一つ、その後のハンディゲームマシンの流れを先取りしたモデルが登場している。アタリリンクス。カラー液晶を搭載し、名 8bit CPU-6502 を搭載。さらにグラフィック処理に専用の 16bit CPU を搭載した高性能機であった。しかしカラー液晶はその後のハンディゲームマシンに受け継がれることとなるわけだが、当時は消費電力の問題があり、バッテリーの持続時間が極端に短い上に 16bit CPU まで搭載したため、電源ケーブルなしではまともにゲームができないほどひどいもので、さらに高性能ゆえにコンパクト化できず、持って歩くのがはばかれるほど巨大なものになってしまった。その後リンクス2を発売し、
コンパクト化に成功するが、それでもゲームボーイよりも大きく、残念ながら失敗作と言わざるを得ない。ゲームボーイシリーズのヒットを受けて、日本のゲームメーカーも次々とハンディゲームマシンを発売。1990年には、セガからゲームギア。同年、NEC ホームエレクトロニクスより PC エンジン GT。この2台もカラー化でゲームボーイとの差別化を図るが、やはり巨大なボディがあだとなり、思ったほどの評価を得られなかった。1998年のゲームボーイカラーにおいて、ようやく実用的なカラー液晶搭載のハンディゲームマシンが完成するが、これは古くからハンディゲームマシンに携わってきた任天堂だからできた芸当であり、まだ他社には実用的なカラー液晶のハンディゲームマシンは開発できなかった。1998年、SNK のネオジオポケット。1999年、バンダイワンダースワンはモノクロ液晶で登場。すぐにカラー化することになるが、非常に見にくく、ゲームボーイカラーには全く歯が立たなかった。2001年には任天堂が再びハンディゲームマシンに革命を起こすことになる。ゲームボーイアドバンスの登場である。スーパーファミコン級の性能を持ち合わせた16ビットハンディゲームマシンであり、旧来のゲームボーイとの互換性も確保している。何よりもすごかったのは、これだけ飛躍的にハードが進化したにもかかわらず、バッテリーの持続時間がゲームボーイとそれほど変わらなかった点である。この時期はハンディゲームマシン市場もほぼ任天堂の独占状態となる。2004年には任天堂 DS が登場。ついに32ビット化し、かつての実在機の性能を手に入れることになる。同年にはソニーエンターテインメントから PSP が登場し、この2機種による熾烈なシェア構想が展開され、現在に至ることになる。来るべきところまで来たハンディゲームマシンは、今後どのような進化を迎えるのであろうか。